はい、文字ちっちゃい。何これ、めっちゃ文字ちっちゃいんだけど。仕事を探して何ヶ月も経った後、私はついにこの仕事を見つけました。わ、モニター、いや読めんな、このパラノーマル。いや、まああれかな、なんか仕事探してこういう仕事見つけたよみたいなことかな。いや、なんかね、パラノーマルインクっていうゲームで、監視カメラの映像を見て、その中で起きる異常を見つけましょうっていうゲームらしいんですけど、まあ昔パラノーマルアクティビティっていう映画があって、多分それと似た感じかなっていうね。お、私たちは猫を飼っていません。いいですね。直訳の感じがいいですね。はい。一応ホラーゲームらしいんですけどね。まあ最近ホラーあんまやってなかったんでね、そのリハビリ的な意味も込めて、これちょっと軽めっぽいやつからやってみようかなと。はい。赤ちゃんを連れた若い夫婦がしばらく前から家で奇妙な出来事を報告しています。物事は動いたり消えたりしていました。彼らは1週間家にいません。異常があれば報告してください。あー、一応なんかこういうストーリー的なのがあるんだ。お、異常報告、お、始まった。え、あ、異常が起きるってこと。あ、え、いや、ちょっとここ嫌だな。これ閉めてけよちゃんと。え、人いないんだよねこれ。なんでパソコンつけっぱで言ってるわけ。で、いやー、音でけえ、くそ。じゃ今のエフェクトいら、いや、ちょっと怖っ。この画角怖っ、マジで。うっ、ちょっとマジで。マジでこのカメラ切り替えの時のわーっていうのやめてくんないかな。おお、え、何なんかこちょこちょ割れてる。え、これは異常、異常ですよね、これ異常ですよね。え、これ異常、うわーうわー、ちょっと待って、わー、おい、終わった終わった終わった。いや、早いって、早くない。いや、もうちょっとさ、もうちょっと、何、なんかこう振りみたいなのがあるんじゃないの。出るよ出るよっていう。いや、早ー、出るの。てか待って、こういうやつかよ。霊が悪意持ってる系のやつかよ。しかも番系じゃん。はあ、やま、やりますか。ちょっと、まあまあまあ、勝手は分かった。なるほどね。今のところで異常報告したらよかったのね。ちょっと待ってよ。あー、なるほど。どういう異常があったかをここで報告しないといけないんだ。なるほどね、そういうことね。オッケーオッケー。さっきのは、なんなんだろうな。ちょっとやだなー。いや、ちょっとやだなー。もう画角が怖いもん。どういう置き方したのこれ、監視カメラ。ちょっと、ガーっていうのもやめてほしいな。いやー、ちょっと、またじゃねえかよ。いや、もういいよこれ。え、何これ、これ何これ、音、そう、レポート、音、めっちゃ音。いや、音鳴ってるって。いや、ちょっと、何、ゴースト的なのいたよね、さっき。あれ、聞こえなくなった。え、何？え、じゃあなんだよ、くそ。てか、この部屋初めて見た。こういう感じの部屋もあるんだね。なるほど。ちょっと待って。ペースが早いって。あ、キッチンね。はいはいはい。汚ねえな。で、電気消していけよ。いや、怖いからいいわ。やっぱつけてって。いや、てか、いろいろ中途半端な状態旅行行ってんね、これ。これ電気つけてんのあれなのかな、そういう異常が見えやすいようにっていう、そういう配慮なのかな。うわ、もう怖ー。いや、もう画角がいちいち怖ー。
いや普通こんな置き方しないだろ監視カメラ。もうちょっと上からさ、こう全体が分かるように撮れよ。あ、一周してきた。あ、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと一旦休憩していいですか。すいません。じゃ先輩水もらっていいですか。ごめんなさい。ちょ、この仕事しんどいっすね。マジ俺今日でやめたいっす。でも手汗がさ、もう手汗がすごい。尋常じゃないぐらい手汗が。前スラムダンクのキャラ並みに手汗すごいんだけど。え、いや何も起きないけど。え、てかこれ、これ朝迎えたらどうなっちゃうの。え、なん、え、別に何もなくね。え、え、影、適当に影とか送ってみる。この影おかしくないですか。具体的にどことは言わないですけど。いや異常なしか。いやマジでさ、なんか何も異常がないように。はっ、え、なになに、なんか音、なんか怖い感じの音してる。これはなんか明らかホラーゲームみたいな。え、違うの。じゃあこの音なんだよ。え、なにこれ、え、演出。リアルになってる音じゃないのこれ。え、これいた、これいなかった。え、何これ、なんか誰か落ち込んでるここで。これは余分なオブジェクトか。明らかになんか増えてるよね。え、なんか変なの増えてます。これ何、家主さん。いや異常あるって。脅威報告。いや終わったんだけど。いや、じゃあ今の何、なんて報告したらよかったの。いや、これむず。え、今のなんつったらよかったの。に、人間、家の人かな。家の人帰ってきてたのかな。ちょっと、もう、ちょっとさ、この異常、何の異常があるのかをさ、もう一回ちょっとこれ、ちゃんと確認した方がいいよね。デバイスオンオフ、オブジェクト変容、消えた余分、鏡に映るガラスの反射、ライトオンオフ、ドア開閉、ゴースト、人型、動物、音、双方、カバー、引き出し、影、他の、はい。ま、逆に考えると、こういう異常が起きるよってことだもんね、これね。ちょっとその辺注意しつつ、見ていくか。なんか、結構細かいところは変わってたりすんのかな、それ間違い探し的なさ。この部屋は、ああ、ちょっともういいって、マジで。もうこれもういいって。いや音でしょ、音。いや音だって、完全音じゃん。声っつったんやの、音。いや、なんでめちゃくちゃ聞こえて。いやー、もういいって。もうこれ、いやマジでこれやめない。いや正解なんだよこれのよ。怖いより理不尽が勝つのよ。いやマジで今んとこ理不尽ゴースト以外に遭遇してないんだけど。え、なんか違う。ちょっと、なんか窓に、なんか窓に映ってる。これガラスの反射、ガラスの反射って。なんか、いや雑コラみたいな。あ、消えた。あ、なるほど。あ、はい。あ、正解したら消えるんだ。あ、そういうことね。なんかまだ鳴ってるけど。まだなんかいる。なんか映ってる、反射してる。フェードアウトした。なちょっと何あの雑コラみたいな顔。いやもうちょいうまいことやってよ。なるほどね、あんな感じで出てくんだね。そういうことか。いや、今のは分かりやすかったな。音ですごい知らせてくれる。なんか異常があるときはあって音で。なんかカバンが。これ異常だよね。こんなんなかったよな。余分なオブジェクト。これ絶対そう。これ絶対余分なオブジェクトじゃない？違う？おお、消えた。いや、異常、まあ異常か。異常っちゃ異常か。ああいうちょっとしたやつもあるんだ。なるほどね。何もなさそうかな。
今のは露骨に分かったな。これ、ホラー間違い探しだな、要するに。ねえ、まあ幽霊みたいな露骨なやつもあるけど。あ、ちょっと、誰？お隣さんが、お隣さん来てるよ。いや、これ異常なのかな。異常って言ったらこの人怒らない？大丈夫かな。人型？人型ってか、思いっきり人だけど。じゃあこれ、これで送信。体見えちゃってない？ちょっと。もうちょいうまく隠れて。あ、いなくなった。あ、今のはやっぱ異常だったんだな。いや、あれじゃん。電気つけっぱで行っちゃってるからさ。心配してお隣さんが見に来ただけじゃないの？左半身、完全見えてるように見えたしな。いや、ちょっと怖いのとそうでないのとの差がすごいな、俺。あの雑コラとか今のおじさんみたいなちょっと笑っちゃうな。出た瞬間びっくりするけど、そこはかとない低予算感がね。棚が開いている。棚開いてる、棚開いてる。どれだ？引き出し？カバー？ドアか？ドア開閉か？え、これドアっていう？まあ、一応ドアで。え、いや、開いてるよね。この棚閉まっ、いや、異常開いちゃった。いや、さ、ニュアンスはもういいじゃん。いやいや、じゃあカバー？カバー？カバーっていうの？ここ。カバーって言わないけどな、ここ。そこのカバー開けてって削除されたよ。いや、そこのカバー開けてなんて言わないけどな。扉開けてって言うけどな。海外のゲームだから、ニュアンスの違いが。いや、もうクリックでね、クリックで指定できるようにしてほしいな。え、てかもうすぐ朝なんだけど。5時なりそうなんだけど。え、これ、朝迎えたらどうなんの？え、特に、何も起きないし。え、5時なってよ、もう朝だよ。え、こんな時間まで幽霊って活動してるもんなの？知らないけど。いや、夏場だったらもう結構知らんでるでしょ、外は。あ、ああ、ゲーミングしてる。デバイスオンオフ。いや、めっちゃゲーミングしてる。いや、ゲーミング幽霊なんだけど。幽霊がゲーミングしてた、今。PC で。APEX やってた。死してなお APEX やってた。APEX に取り憑かれている。お前が取り憑く側のはずなのに。え、これマジ何時までやんの？いや、6時なるよ。6時なったらもうさすがに。いや、もういいっしょ。朝6時に活動する幽霊はもう、幽霊としての自覚が足りないよ。ボールが、え、これ何？どういう異常これ。何このボールマジで。謎のボールが。V みたいなのが転がってんだけど。何あれ、謎のアイテムが転がってた。用途不明の。あ、え、ここチカチカしてた？パソコンの。え、待って、これは、ライトオンオフ？ライトじゃないか。デバイス？デバイスオンオフ。え、ここチカチカしてたっけ？あれ異常じゃない？あれ違うか。え、こんなチカチカしてた？あれ？俺の気のせいか？前から、お。ああ、シフト終わった！ああ、やったあ、ああ、でもダメなんだ。成功率7、ああ、そういうことね。虚偽の報告をしちゃうと、成功率が、ああ、そういうことか。あ、てか、やっぱ朝6時までなんだ。朝6時以降は出ないという判断か。まあ、そうだよな。やっぱり。やっぱ幽霊にもシフトがあるんだな、ちゃんと。あ、でも分かってきた。なるほどね。こういうことか。やっぱさっきも言ったけど、あれだな。ホラー間違い探しだな、これ。いや、クリアしたいな、これ。成功率 80% を上回りたい。全然出ねえな。やっぱこの、牛蜜時とかにならないと、出てこないのかな。今んとこ全然、何も起こらないんですけど。え、何もいないのよ。うっ、何？なんかよくわかんないけど、なんかいる。画質悪すぎてよくわかんないけど。なんかいる。人かな？これ人なのかな？
いや、画質悪い、画質悪い、何これ。なんかいるのはわかるけど、あー消えた。いるのはわかるけど画質悪すぎて何なのか全然わかんなかった。もうちょっと画素数高い監視カメラ置こうよ。暗いとこも撮るんだからさ。画素数高すぎるとちょっと高解像度で幽霊が映っちゃうことになって、やっぱそれはそれで怖くなくなっちゃうのかな。確かに幽霊高解像度で見たことないもんな。毛穴までくっきりみたいな。あ、でもやっぱ割と中盤2時ぐらいから発生するんだね、こういう異常が。あれ、え、ここタオルあった？タオルなくなかった、ここ。え、余分なオブジェクト、え、だったと思うんだけど、タオルなかった気がするんだけど。あ、やっぱり、いや、手拭いてんじゃねえよ。幽霊がよ。生活感出すの。いや、ちょっとこういう、これよくわからない異常は何なの。タオル。ああ、カバンここに移動してる。いや、よくわかんねえな、これ。意図のわからない異常はちょっと面白いからやめてよ。まあ、リアルに起きたらめっちゃ怖いだろうけどさ、こういう形で冷静に見るとちょっと面白いよな、意味がわからなくて。なんも起きねえ。てか、あの序盤のハイペースっぷりは何だったの。開始1分で殺された。あれが嘘のようになんかおとなしいんだけど今。でも別にいいんだけど、あいつ意味わかんなかったから、マジで。出ないに越したことはない。おっ、ちょっとなんか人の顔、ちょっとまばたきしてる、まばたきしてる、ちょっとこれ人型でいいよね、これ人型でいいよね。いや、あー、ガラスの反射か、ガラスの反射の方が正確なのかな。いや、とりあえずガラスの反射で。いや、ちょっと、あ、消えたわ。いや、幽霊はまばたきしちゃダメだろ。いや、ダメだって、幽霊は生を感じさせる動作しちゃダメだって。てか、アニメ丸出しだったんだけど。まばたきさせなくていいよ。まばたきさせちゃった途端になんか幽霊っぽくなくなっちゃうよ。なんでまばたきのアニメーション入れちゃったんだろう。絶対それいらねえわ。ああ。いや、なんか最初めっちゃ怖かったけど、これ慣れてくると。いや、でもな、急にめっちゃ怖いの来る可能性あるからな。それがちょっと油断ならない部分なんだよね。普通に怖い演出もあったからな。ああ、ちょっと待って。この赤いポット、これ奥になかった今まで。オブジェクトの変異かな？このポットさ、ああ、だよね。あ、そうそうそう。奥に収まってたんだよ。ちょっとずらすな。幽霊パワーが低いやつの仕業なのか。やっぱ姿表すほど派手なことはできない。ものをちょっとずらすしかできない。ああ、もう出た。もういいって。もうこいつマジで行って。もう帰れよ。ゴースト？ゴースト？ゴーストなの？これは。いや、もういいって。いや、ちょ、マジで、こいつだ、こいつ無敵かよ、なんなの。いや、音前やったな。なんだ影、あ、影、影か、影ですか。いや、なんと、無敵じゃん、こいつ、マジな。あ、終わった。ちょ、俺のシフト終了ギリギリに駆け込んできた、あいつ。いや、マジ、あいつなんなの。あいつどうやったら消せんの。いや、マジ、あいつ消したいわー。あいつに勝ちて。もう、なんもないかなー。てか、あの、なんか布団かぶってさ、うおー、暗っ！あー、ちょっと待って、暗い。ライトのオフかな？これ、ちょ、早くつけて、早くつけて。おー、いや、暗いの怖っ。いや、暗くされんの一番怖いわ。ちょっとやめて、それ。マジでびっくりした今の。あ、そういうこともしてくるんだ。全体範囲攻撃もしてくるんだな。なるほど、そういうことね。このパソコンつけっぱで言ってんの気になるわー。消し
してけよ。スリープモードとかを設定してないってことだよね。気になるわ。特になんもないかな。なんもなそうだ。ああ、また出た、もうこいつじゃん。いや、切り抜き雑なのよ。縁のとこがさ。ちょっと、なんだっけ、ガラスの柱、ガラスの柱だが。いや、ちょっとかマジ、縁の切り抜き雑なのよ。消しゴムツール使ったの丸出しなんだよ、あいつ。もうちょっと丁寧にやってよ。うまいこと合成してあげてよ。ちょっとこの白真のホラー BGM も。ちょっと面白く聞こえてきたな。いや、この音いらないよね。ドロロロロみたいな。ない方がいいと思うんだよ。ない方がゾクッとくると思うんだよな、俺。まあまあ、人の価値観はね、それぞれですけど。俺は怖い曲ない方が怖いと思う。ああすごいついてる、ちょっと。いや、デバイスのオンオフ。明るさレベルマックスじゃん。いや、どういうこと？幽霊がマックスにしたのか、それとも元々の家主がそれぐらいの明るさで使っていたのか。どっち、幽霊のいたずらだって嫌だな。iPad の明るさマックスにする幽霊嫌だな。なんか、迫真の曲鳴ってるけど。あ、これなんか手形これかな。ガラスの反射、なんか手形っぽいのが。あー、消えた。あ、やっぱあれだったんだ。手形ね。手形つく位置高くない？めっちゃ高身長幽霊じゃん。いや、なんかそう。なんか出た瞬間は怖いんだけど、こうやって消した後に後々冷静に考えるとな、そういうツッコミ入れたくなっちゃうよな。さあ4時台、あと2時間切ったけど。あ、出た、ゲーミング幽霊。いや、だからこれやめようって。怖くないのよこれ、全く。むしろ面白いのよ。てか、ここ子供部屋だよね。ねえ、なんか赤ちゃんの写真。いや、そう、赤ちゃんいるって言ってたもんな。赤ちゃんの部屋だよな、これ。赤ちゃんの部屋でゲーミング PC するなって。APEX すんなって。幽霊も興味持っちゃってるし。ただこれ、この異常はランダムっぽいね、毎回。何が起きるか。ねえ、なんか毎回違うタイミングでいろんなの出るもんな。これ何パターンぐらいあるんだろう、異常。結構あるよな。今んとこだけでも。あ、あー、電気消えてる。電気消えてる。ここは電気消えても割と明るい、この部屋は。間接照明が効いてる。あー、ついた。こうしてみると光量えぐいな、この部屋の。光源がえぐいんだけど。さて、1時間切った。ラスト1時間だ。いや、もう夏場だったらね、もう空知らんできてる時間だからね、朝5時なんて。もう幽霊もやる気ないでしょ、この時間は。うん、いや、もうこのまま終わりかな。いや、どうだろう。結構ギリギリになんかあったりすんのかな。なんもなさそうだけどね。でも、あいつ出なかったな、なんか、こしょこしょ、初見殺しゴースト。あいつまでさ、うおーだまたあ、ちょっと待ってな、今の何、人かな、人。なんかいたな、今。なんかいた。消えた、いや、マジ、音やめろって。終わった。失敗した、くそ。いや、バンはやめろや、バンはさ、もうバンはチープとか関係なくビビるから、もうそういうタイプのやつ入れてくんなって、マジでよー。くっそ、ムカつくぜこのゲーム。